ベロベロベーと舌を伸ばすベロベロお化けを作ります。ベロベロベー。まず紙コップの飲み口から親指の幅ぐらいのところに切り込みを入れます。3センチか4センチぐらい、さらに5ミリほど開けて3センチか4センチ切り込みを入れます。両サイドを切りカットします。これが口になります。舌を作ります。舌はこのように口よりも狭い幅に切り、長さは紙コップよりも少し長いぐらい、先を丸くします。両面テープを下の反対側、根元側に貼ります。そして貼った部分をこのように折ります。両面テープを剥がし、下の先を裏からこのように入れながら、反対側のこの中の側に貼ります。全体をこのように潰します。さらに舌を下にのけぞらせます。このように反らせます。シールで目をこのように作り、舌の口の上に貼ります。これでベロベロお化けの完成です。ほっぺの部分を両手で持ち、押せばベロベロベロと舌を出します。ぜひ作ってみてください。ベロベロベー。